今回は大正期の文化です。第一次世界大戦で日本は経済発展を遂げました。大戦中は作れば売れるという状態だったので、東京、大阪では会社員、銀行員、公務員などの高級生活者、いわゆるサラリーマンが増えました。サラリーマンはこの時代に生まれた中間層ということで、新中間層と呼ばれました。1918年の原内閣の大学令によって、私大や単価代が増えたため、学士号を持ち、企業に勤めてお給料をもらう中間層が増えていきました。女性もタイピストや電話、 は交換手という仕事につき外で稼ぐ人が増え職業婦人と呼ばれました近代化に伴い現れたタイピストは外国語ができる必要もあり男性よりも稼ぐ女性もいたそうです第一次世界大戦期には外国語がわからなくても扱える和文タイプライターが発明され女性の社会進出が促進されました都市の様子や生活も大きく変貌し洋風化近代化が進みます都心では鉄筋コンクリート造りのオフィスビルが出現し都心から郊外に伸びる鉄道の沿線に真鍮 乾燥向けの応接間や暖炉がある文化住宅が建てられました1923年に起きた関東大震災の翌年に設立された同巡回は東京横浜に木造住宅を作ったり4から5階建てのアパートを建設したりしました関東大震災は甚大な被害を出しながらも古い建物がなくなった土地にたくさんの新しい建築物が作られるようになり関東大震災をきっかけに鉄筋コンクリート造りのオフィスビルも増えていきます農村部も含め一般家庭には伝統 が普及し都市では水道やガスも一般的になりました交通の便では試練やバス円卓と呼ばれる一円均一料金のタクシー地下鉄などの交通機関が発達しました服装では洋服を着る男性が増えて断髪やスカートヤマタカ帽にステッキといったモダンガールモダンボーイと呼ばれる人たちが見られるようになり食生活でも洋食が普及します百貨店も発達します日本の百貨店は1900年前後に三越などの大手呉服店がアメリカのデパートを真似して消 ウィンドウや陳列台を用いるものが主流でしたが私鉄が経営するターミナルデパートが現れました都市が発展していくにしたがってサラリーマンたちの住む家も少なくなっていきますそうすると鉄道が郊外に伸びていき次は郊外に住むようになります鉄道の駅の周辺に家を作ったりお店を作ることでサラリーマンたちが住む街が大きくなっていきます鉄道会社が街づくりを担うようになりましたその過程でこのターミナルデパートが生まれました一番最初のターミナルデパートは白木屋で阪神宮 高電鉄の本社事務所の1階を白木屋に貸して日用品が売られました小林一三という人物の美濃有馬電気機動は住宅開発だけでなく娯楽施設の開発にも力を入れましたその中で生まれたのが宝塚少女歌劇団です美濃有馬電気機動は1918年には阪神急行電気鉄道に名称を変えました現在の阪急の始まりとなる会社でもあります次は大衆文化の誕生について1907年には小学校の就学率は97%を超 ほとんどの国民が文字を読める状態になりましたそんな中新聞雑誌ラジオ映画などのマスメディアが急発展していきます労働者やサラリーマンたちは大衆と呼ばれこの大衆を中心に文化が発達していく時代となりました日露戦争が終わった頃というのは確かに賠償金がなくて社会不安もあったとは思いますが一応働く場所があって毎月わずかながらお給料がきちんと入ってくるという仕組みの中で字が読める人も増えていたので文化が発展していったんです雑誌の発行部数は飛躍的に伸び娯楽中 中央公論や改造などがその例です。他にもサンデー毎日や週刊朝日などの週刊誌、主婦の友といった女性誌、投資家向けの経済雑誌ダイヤモンドも刊行されました。児童文学では鈴木美重吉が児童文芸雑誌赤い鳥を創刊しました。昭和に入ると毎月1円で日本文学全集が揃う円本や岩波文庫が登場しました。1925年には大衆娯楽雑誌キングが創刊され、キングは昭和に入ると発行部数が100 6万部を超えるようになりましたラジオや映画も発達し、1925年、ラジオ放送が東京、大阪、名古屋で開始されました。1926年には NHK が設立されます。ラジオでは高校野球や大学野球など、スポーツの実況やラジオ劇などが放送されました。ラジオ放送の年号は結構大事です。男子普通選挙の成立と同じ年であったことも押さえておきたいところです。1915年に全国中等学校優勝野球大会が始まりました。これは後に現在でも毎年8月 行われているる夏ののの甲子園の前身となるももです1925年には東京六大学野球も発足しましまた映画は声のない無声映画を弁士という方がそれぞれの映画館で開設し上映していました。現在でもよく聞く松竹や今では若い方はもうあまり聞かないと思われる日活という映画会社が国産の映画も作り始めました。1930年には音声の入ったトーキーという映画も出てきます。今回お話ししたのは日露戦争あたりから第一次世界大戦の終戦あたり のののの文化でしししたその当時の経済の状況ととと照らし合わせてて覚えいいいくくイメージややすす記憶に残りやすいかなと思いま,すまた、政治や経済と照らし合わすときに大事なのは年号です。年号を覚えておくことで政治は何をやっていたのか逆に文化は何が発展していたのかを問題を解くときに改めて考えることができます。年号を最後まで置いておくという人もいますが私個人は世界史選択ではありましたが、年号の暗記に助けられました。また、共通テスト自体も年号を覚えていれば簡単に解ける問題。 できる問題も見られます頃合わせでもいいのでぜひ年号も一緒に覚えてみてくださいはい今日はここまでです次回は対象期の文化の学問と芸術を扱いますお疲れ様でした